大会竹の心身健康ラジオ、皆さんおはようございます。竹雄内科クリニック川田と心の診療所院長内科医竹雄と申します。この放送では医療にまつわるちょっと役に立つ小話を毎朝5時50分に10分程度で配信しています。また毎朝5時半からライブやっていて、公開生収録や皆さんからのご質問やリクエストに直接お答えしたりしています。アフタートークも人気です、ぜひご参加ください。ということで、今日は日曜日ですので医師国家試験クイズ、皆さん一緒にチャレンジしていただきたいと思いますけれども、今日取り上げるのは、第117回ですね、だから今年行われたやつかな、の医師国家試験の D 問題の15っていうのをですね、一緒にチャレンジしていただきたいと思います。で、なんでこれを取り上げたかというとですね、実は先週の放送で薬剤性腎障害ですね、お薬によって、腎臓にダメージが起きるっていうのの資料を取り上げましたんで、それをちゃんと復習できてますかっていうですね、ちょっと抜きチェックをしようかなと思いまして、はい、それでこの問題を取り上げさせていただきました、はい。で、問題はね、非常に至ってシンプルなんですけれども、ただこれね、医学生のね、正答率 46% っていうことで、半分以上の医学生はね、間違えてる超難問です、はい。ということでやっていきたいと思いますけれども、問題、腎障害を起こす頻度が高い薬剤はどれかっていうことで、A スタチン、B 炭酸リチウム、 C 塩酸メトホルミン、 D カルシウム拮抗薬、 E 副腎皮質ステロイドということで、いかがでしょうか皆さん、はい、答えていってください。これちょっと今収録してるマイクがなぜか反応しなくなってしまったんで、はい、よいしょ、はい、じゃんじゃん答えてください、はい。B の方が多いですね、 B がほとんどですか、 B 以外の方いらっしゃいませんか。わかりません。久保さん、C かと思っちゃいました。C。あ、そうですね。なるほど。はい。はい。ちょっとだけ割れましたかね。まあ、これはね、実際、医学生もね、結構割れてるんですね。割れもんで。で、なんで、正答率が低いっていう感じなんですけれども。はい。正解は、B ですね。はい、B の炭酸リチウムが正解ということで、はい、正解の方おめでとうございます。まあ、これはね、ちょっと難しかったですよね、多分ね、はい、と思います。で、これですね、まあ、先週のちょっと資料をね、もう一度引っ張り出して見ていただけたらと思うんですけれども、先週ご紹介した、この、我らが日本内科学会雑誌の、医学と医療の最前線、薬剤性腎障害最近の話題っていう、先週の、火曜日の放送かな、あ違う月曜日の放送か、はい、でご紹介したやつをちょっと見ていただけたらと思うんですけれども、あ火曜日かな、はい。でその中にもですね、実は答え書いてあるんですよね、これのですね、表の3、薬剤性腎障害の臨床病型による分類とかですね、あと表の2の中にもですね、薬剤性腎障害の発症基準による分類っていうところで、リチウム製剤っていうのがですね、3回出てきます、はい。なので、まあ、これはね、結構有名ではあるんですけれども、意外とね、知られていないっていうので、でも、まあ、B は正解っていう、そんな感じです。で、そもそもですね、これ、ちょっと各々の薬剤ね、何の薬なのかわからない方もいらっしゃると思うんで、それがね、ちょっと難しかったかなと思うんですけれども、まず A のスタチンですね、スタチンはコレステロールの薬ですね、はい。コレステロールを下げるために使う、一番多く使われているお薬が、まあ、いわゆるスタチン系の薬剤っていうもので、まあ、これベニコージ問題でですね、当初なんかスタチンの成分、モナコリン K でしたっけ、はい、いう成分が入ってるから、うんぬん、その、黄門筋融解症っていう筋肉がね、壊れてしまう病気があるんですけれども、それで腎障害になったんじゃないか、うんぬんっていう話がありましたけど、まあそれ全然結果的には違ったんですけれども、でもまあスタチンで、黄門筋融解が起こることはあるんですけれども、ただまあそれによる腎障害ってね、まあ、僕自身もね、ほぼ経験がないぐらいに少ないですし、
まあ非常に稀っていう感じですね。はい。で、あと C の塩酸メトホルミンですね。これ糖尿病の薬なんですけれども、これで間違えた方もいらっしゃるかもしれないですけれども、これはですね、実は腎障害、腎障害を起こすこともあるんですけれども、むしろね、腎臓が悪いと減量が必要っていう薬の代表格なんですね。で、むしろ、有名な副作用では乳酸アシドーシスっていうのが有名なんですけれども、これがね、腎臓が悪いと特に起こりやすいっていうのがよく知られています。で、これね、注意が必要なのが、これ医療者でもね、非常によく間違えている方多いんですけれども、その、お薬そのものがですね、腎障害を起こすかどうかと、あとはその腎臓の機能が落ちているとお薬の減量が必要っていうのとは全くね、別個の問題なんですよね。で、特に C とかに関して、このメトホルミンに関しては、減量はその必要なんですけれども、それそのものがですね、腎障害を起こすっていうことはまあ稀なんですよね。はい。なので、そこでちょっと引っかかる方が多いんじゃないかなというふうに思いますね。はい。で、D のカルシウム拮抗薬ですね。これはですね、その血圧を下げるお薬の中での代表格っていうもので、日本で多分、1番目か2番目かちょっとどっちかわからないですけれども、によく使われているお薬の一つで、これ自体はね、腎障害を起こすことは、比較的少ないっていう、そんな感じですね。で、一方で、もう一つよく使われるお薬で、その ARB っていうですね、レニアンギオテンシンアルドステロン系っていう、その、血圧に作用するところがある、ホルモンの、ね、ものがあるんですけれども、これを抑えるお薬は、腎臓に行く血流が、ね、少なくなって腎障害を起こす可能性が非常に高いっていうことで、それとの引っ掛けなのかなっていう、そんな感じですね。はい。で、E ですね。E が副腎皮質ステロイドっていうことで、これもね、ステロイドはいろんな副作用があるんで、腎障害を起こすっていうふうに思われる方いらっしゃるかもしれないですけど、むしろね、治療に使うぐらいなんで、ステロイドってなんか副作用非常に多いというふうに思われてるかもしれないですけれども、むしろ副作用ではなくて治療に使うっていうことで、ステロイドも違うっていうことで、B の炭酸リチウムが正解っていう、そんな感じになります。はい。で、他にはですね、これ昨日コメントでもいただいてましたけれども、NSAIDs ですね、非炎症性の抗、非ステロイド性の抗炎症薬ですね、ロキソニンとかボルタレンとかっていうのを代表される、こういったものがあればですね、もう即それを選ぶっていう形になるんですけれども、実はそれ以外に、あと抗菌薬とかですね、抗菌薬も比較的腎障害を起こす頻度って高いんですけれども、それ以外のちょっとマイナーなところをつっついてきてるんで、それでちょっと正当率が低かったのかなというふうに思いましたけれども、はい。でもいろんな薬剤がね、その腎障害の原因になり得ますので、この辺はちょっと知っておいていただいても損はないかなと思って今日取り上げさせていただきました。はい。ということで、最後、新進じゃんけんに行きたいと思います。はい。新進じゃんけん、じゃんけん、パー。ということで、今日も幸せな一日でありますように。お相手は内科医の武でした。興味津々。